まい男性アイドルランキング。はい、エグスプローラーでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします、はい。久しぶりのランキングで。ランキング久しぶりでございます。はい。全部女性アイドルで。そうですね、はい。はい。やらせていただきましたね。やりましたけども。はい。さあ今回男性アイドルなんですけども、まあさまざまなアイドルいますよ過去に。いやーそうですね。もう特に今なんかもうダンスはね、もういやもう今すごいもん、ね。踊れる人がもう多いという。みんな踊れるもん、ね。まずもう分母が多いですから。だからそういう意味ではダンス戦国時代だよね今。そうですね。うん、ただ上手いだけではなかなか、うん、もしかしたら難しかったりするかもしれない。歴代の中から。うん、我々がベスト3を決めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。あ、じゃあ、早速僕から。はいはい、見てください。第3位は、うん、草薙剛さん。あ、へえ、はい、そうなんだ。僕ちょっとまあいろんな見方がございます。僕おそらく、はい、生まれて初めてその人のダンスを真似してみようと思った人が、まあ、草薙剛さんなんです。変わってる。いや、ツヨポンすごいよ、やっぱ、はい、すごいんだけど、うん、なかなか名前挙げる人いないよ。何の曲？何の曲？これがですね、そのスマップスナップって番組の中で、うん、必ず最後にアーティストの方と歌を踊り、あ、ある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 、ステージをする。あったあった。あそこでバブルガムブラザーズさんがいらっしゃった回がありまして、その時スマップのメンバー一人一人をバブルガムブラザーズさんがラップで紹介しながら、一人一人がダンスのパフォーマンスをするというのがあったんです。あ、だからジャニーズのジャジーな感じじゃなくて結構ストリートダンスだったんだけど、はい、あー、わかるわ。でもそれそうなんですよ。その時のもう草薙剛さんのダンスがもうめちゃくちゃかっこよかったんです。なるほどね。俺もスマップファンだから分かるよ。あ、本当ですか。分かる分かる分かる。子供ながらにちょっとこれ踊れたらかっこいいって言われるっていうのがすぐ分かった。はいはい。もう僕の中ではちょっと個人的な加点もあるんですが、はい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 、ちょっとまあ意外性というか、そうだね、パッと名前出ないかもしれないね。今回皆さんに知っていただきたい、なるほど、こういう方もいるんです。なるほど。でもそうなってくると分かる分かる、はい、こんな形でちょっと第3位とさせていただきます、はい、強く思います。さあ、ということで、僕の第3位は、V6 の坂本さんでございます。なるほど。いやー、うまいよ。めちゃくちゃうまいよ。存じ上げます。いや、まず、その V6 の素晴らしさからいきますと、はいはい、あそこまで歌唱力のあるユニットいないぞっていうぐらい、実はめちゃくちゃスキルあるんですよ。ユーロビート系だよね、デビュー当時。あー、そうですね。Beautiful the people love みたいな。当時の流行りとしてはそういうところ、流行りとしてはそういう感じだったの。はい、はい、そう。それじゃあね、坂本さんの良さは分からんのよ。一番坂本さんのダンスの良さが出てるのが、ゆるいビートのワイナって踊るのよ。はー、あ、いや、もちろん曲も知ってますけど。あの時の坂本さんのもう歌もすごいセンスいいけど、ダンスのセンスのエグさが出てるのよ。おーおー騒ぎになって踊る、ここの足のグニャグニャ加減エグいんだよ。へぇ、すごいんだよ。だから自分のダンススタイルとしっかり持ってないと、あのグニャグニャ遊びは絶対できないのよ。いまだにもう輪になって踊るさ、もう見れなくなっちゃったのか。もうそうそう、なんか見たいな、今の坂本さんの輪になって踊るの。見たいな。だからちょっと本当にみんな見直してみてください、あの時の坂本さんの足。なるほど、うん、はい。というわけで僕の第3位は坂本さんでございました。では第2位は、はい、この方はもう外すことはできないでしょ。三浦大さん。おー、なるほどね、はい、あー、もうそりゃそうよ、そこがあったかっていう、俺もちょっと盲点かもしれない。あ、なるほど。当たり前すぎて、うん、そうですよね、うん、もちろんそういうことの前回の安室奈美恵同様ゾーン、そうです、うん、で僕の中で今回ちょっと肝になってるのは、この方を2位にするからという。なるほどね。で、まあ、キッズダンサーの時代から活躍されてるって言っても、ね、もういいんじゃないかと思いますので。ちょっと優しいんだよ。そうですね、温かい方なんですよ。優しいんだよ。ご飯食べに行ったことあるんだけどさ、はいはい、で今もダパンプ有名になったじゃん、うん、でその時ダパンプがまだ全然の時で、うん、大地くんとダパンプのメンバーと俺が一回ご飯行った時があったんだけど、うん、ダパンプのメンバーやっぱ熱いから、はい、先輩違うと思いますみたいな、もう超激論してたの、うん、俺もそんなだからさとかって言うけど、うん、もうチーム、自分のチームの話だから、そうですね、やっぱ俺も入らんよな、うん、でもちょこっと挟んだりするけど、うわやっぱこのね、うん、あの事務所の絆があって熱い話してるなと思ったら、うん、制したのは大地君と、分かる、君の言うと分かる、君の言うと分かる。
場を収めて、みんなの気持ちを汲み取って、そう、度肝抜かれるような存在になったでしょう。そうですね。ジャズヒップホップ系とかスタイルヒップホップ系とか言い方しますけど、ね、うん、ちょっとこうおしゃれな、うん、ダンス、はい、あれをなんというかその一般的にこう見せてどん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 、うん、あ、すごいこのダンスかっこいいって言わしめた方でもあるかもしれませんね。確かに、うん、そういう意味でもそのいろんな角度の貢献力とか、うん、ちょっと角度を変えたランキングの中でも入れておきたい方っていう、いや、これはもう間違いないですね。はい、はい、いただきました、はい、三浦大さんでございます。はい、はい、僕の第2位は、うん、少年隊の日記です。おまた本当にいろんな角度からランキングですね。もうね、みんなね、はい、見てくださいもう一目瞭然。確かに少年隊ってちょっと俺の本当親の世代とかだから、下手したら、ね、我々の世代ではないですよ、ね、そうじゃないじゃん、やっぱちょっと上の世代の方っていう感じだから、はい、みんなその生のねバリバリの日記を見たことないと思うのよ。うん、うん、もういっぱい YouTube にあるから見てほしい。 あのね、こいつはもう売れはない。え、単純にその、うん、身体能力が高い、キレがすごいね。あ、もう単純にそう、キレと可動域、いや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 、ディーヤで腰を振ってんだけど、まあ、他の2人ももちろん上手いんだけど、多分2倍くらい腰こうガーンってすごいのよ。あとこのいやいやいやディーヤスカンガンってなるんだけど、他の2人よりもちょっとね振りまくる遅いくらい、わかる、あ、引っ張れるっていうか、なるほど、うん、多分光の速さ超えてるんだよガーンっていう、ここにセンスがねもう凝縮されてるのよ。あとはやっぱダンス上手いから歌う様もかっこいいのよ。ああ、かこうちょっと肩に力入ってるんだけど、これも計算されたこの日記のポーズなのよ。日記のダンスはジャンル日記なのよ。そこまで行ってんの、すごいの。あの、そのレベルまで行ってたらもう上手いです。いや、上手いよやっぱ。ああ、なるほど、うん、だからひょっとしたら時代、今もしあの頃の日記が行ったとしたら、はい、もっと世界を驚かせてるかもしれない、ひょっとしたら。っていうか、当時日記世界一、うん、ダンスの上手さ、マジで過言ではない、マジで。そんくらいすごいよ。日記を見てほしい。僕の話題には日記でした。さあ、それでは、はい、第1位の発表と参りたいと思います、はい、第1位は、風見慎吾。来た、レジェンドが出てきた。いや、もうこの古今東西で言ってアイドルの中でって言ったら、うん、もう間違いなく僕の中ではもう風見慎吾さん、知らなかったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、知らなかった方は多分これから知ったら多分衝撃なんじゃないかな、うん、でダンス好きで風見慎吾知らなかったらモグリ、ね、いやもうそうですねまず時代は、いわゆるその80年代とかそうだね、ストリートダンスが日本に入ってきて、ブレイクダンスっていうものが初めて言葉として日本に入ってきたぐらいの時に、そのブレイクダンスと言われるものをほとんどもマスターしてる状態、いや、すごいよでしたよね、もうステージに立った時には。今のこれ見てる人のブレイクダンスのイメージってぐるぐる回るやつじゃないですか、うん、当時のブレイクダンスっていわゆるこのポップダンスの立ちのダンスも全部入ってるんですよ。全部入ってブレイク、そう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 、ね、いわゆるオールドスクールっていうのが、ね、そうそうそう、だから、ね、ロックとかポップとかも全部ね、全部入って、ヒップホップもブレイクダンスって言われてたからね、うん、まあ、それこそだから風見慎吾さんの当然ヒップホップとかももちろんそうなんですけど、うん、ロックダンスもそうですし、うん、ブレイクダンスはそれこそあのウィンドミルってくるくる回る、うん、ああいうパワームーブ系っていうんですかね、その、うん、大技系をやりながらも、うん、ロボットダンスもやりますし、やるんだよね、うん、それはもうチームでちゃんとダンスショーとして、ストリートダンスのショーとしてやりますよね、うん、やるやるやる、我々が後に90年代でダンスやってた時みたいな、うん、ショーみたいなことを、そうそうそう、音楽番組とかでも平和やと思う、そうなのよ、やってましたもんね。だからいないよ、なかなか、うん、今でも歌って感想でウィンドミルする人いないもん。そうですよねいないよね。ワームとかもできますもんね、あの床でこうやってあの MC みたいな、ワイファイになるやつな、あれがあんなことをどこでしょ、小手に入れてそうよ、当時そういうのも含めてすごいですよ、ね、いや、すごいすごい、時代背景とか技術、うん、情報力、いろんなもの総合でしてももう、うん、もう風見慎吾さん、涙の出っかチャンス、はい、見てください、YouTube で。思ってますよ、風見慎吾さん、バリバリで。大丈夫、風見慎吾さん。はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、はいはい、僕の第1位は、スノーマンのラウールです。あー、なるほど。愚問。なるほど。彼は歴史を変えた。結局ダンサーの方が上手いでしょっていう常識を、多分ラウールが変えたね。うん、スノーマンがすごいの、まず。はいはいはい。もうスノーマンがすごくて、みんなもうすごい人いるんだけど、うん、もう今回はちょっとラウールに集約して1位にしたんだけど、はい、うん、見てもう見てに尽きるのよ。やっぱこうダンスで背が低い人って有利なんで。そうですね、もうこれはもうずっとある。あらが見えないのよ、うん、ちっちゃい子が手を思いっきり伸ばしてる感じと、うん、大きい人が手を伸ばしてる感じって、うん、やっぱ大きい人の方が不格好に見えやすいのよ。すごくそうなんですよ。体の対比にして手もちっちゃくなったりするから、バランスが難しくなってくるんだよ、うん、ちっちゃい子が1度ずれたらちょっとしか変わんないけど、手長い人が1度ずれたらこう30センチぐらいずれたりするから、うん、その中でラウール身長190ぐらいあるでしょ。かなり高身長、うん、あんな伸びると思わんかったけどなラウールが。なるほど、はいはい。ガールズコレクションでランウェイを歩いてきて、うん、音ハメで踊るやつがあるんだよ。ほう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 。登場からかっこいいんだね。バーン。なるほど。なるほど。で、全部振り付けラウール本人がやってるらしくて。あ、自分で自分。そう。ほうなるほど。で、そこのセンスがまずいいのよ。で、ドゥ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 音が鳴ってラウールがただ歩いてる。うん、もう100点なの。歩きざまとか。ああ、もう様も様も雰囲気もちゃんとかっこいいな。うん、で、音ハメで踊る。で、手足が長いのにもうアラがないのよ。なるほど。アラがない。悪ない。ラウールをどんだけ見てももうすっきりとした水よ。もうスープが出来上がる。そのくらいやっぱ美しいのよ。もう完成されてる。完成されてる。あとね、間の使い方とかもうまいの。で、あっちつっかっこ。あー、わかります、わかります。ショーとしてのショーダンサーの経験ができてないとあれできないから、絶対間違いなく。そうそうね。だから見て、本当ラウール本当に、うん、びしょびしょになりますよ、本当に。本当に。何がいいの？本当です、本当です。心が満たされる。いや、だから本当これも見てほしい。様、アイドル、特に今、スノーマンってわーって言われてるグループだけど、はい、うん、ちゃんと本当に実力があって、あの位置にいるっていうのをしっかり今日は伝えたかった。裏付けがちゃんと。裏付けがちゃんと。さあ、ということで、皆様のダンスが心に響いたアイドルは誰だったでしょうか？よかったらコメント欄にお書きくださいませ。以上、エグスプラッシュ。はい、せーの、チャンネル登録チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、いいです。今はそのまま使いますけど。